張したくないけどね、なんか滋賀県民の日の聞いていいですか。めっちゃいる。滋賀県じゃない人、関東の人ね、すごい。で、関東じゃない人と九州の人ない、ね、四国の人、あとどこ、あと沖縄の人、東北の人、北海道の人、あと何かあった、抜けてる、何、中部地。おお、あ、そっか、中部って近いんだっけ。近い、なんか近くはない。そんな何で来るの。電車2時間。そんな感じ。ありがとうございます。あ、嬉しい。いや、ちょっとね、そうね、緊張してて、ちょっとなんか愛を持ってた曲はね、一番最初に作ったのにね、なんか間違えちゃってね、やっぱ緊張してるんだなと思いました。で、今日はまあ、みんなに会えたので、なんか手拍子とかもしてくれて本当にありがとうございます。嬉しいです。普段はライブハウスとかだとおいおいやったりしてるんですけど、今日はね、どういう曲かわからなかったのでちょっと静かに、でも皆さんが歌をね、実際に聴いてくれたのですごく嬉しい。まだ私のね、音楽の人生は始まったばかりなので、たくさんの人に届けるために努力していくので、またね、皆さんに会える日を楽しみにしていきたいなと思います。あとコロナもすごいさ、最近3年くらいずっと大変だったと思うんですけど、ね、マスクがいよいよ自由性になるみたいなので、なんかすごく嬉しいです。次はマスクをしてない皆さんの素顔が見れるのかなと楽しみにしております。では最後はコロナの時に作った楽曲で、フローという楽曲があるので、それを聴いて終わりにしたいと思います。では聴いてください。フロー。